こんにちは、速稼塾の久保です。億万長者合宿リメンバーをね、ご覧の皆様、お金は後でついてくるっていうのを聞いたことはありますかね。いろんなことをこう一生懸命やってると、お金は後からついてくるんだと。だからお金を追い求めるんじゃないよっていうのをね、聞いたことがあるんですけども、まあ私としてはそれにね、なんか納得できるところもあるかなってことなんですよ。まあそうとばかり言えないんですけど、私が速稼塾を始めたのは、ただ単にお金が欲しかったんで、まあ、ネットビジネスを学びながら、そして人に学んでいただくということで、自分も学びながら教育もするというね、そういった形で速稼塾っていうのを始めたんですけども、ただね、やっぱりやっていくと、もうそのお金も欲しいんですけども、なんかね、そのやることへの、ミッションっていうんですかね、責任感とか意欲っていうのが出てくるんですよね。まあ私何をやってもそうなんですけども、特にビジネスっていうのはすごく私に向いてたかなと思います。じゃあビジネスって何なのかなっていうと、人の困ったを解決する、もしくは解決しようと寄り添うことだと思うんですよ。そういう意味では私は塾生さんがね、諦めるまで私は辞めないってことなんですよ。でここね、1年間ぐらいで YouTube に可能性を見出して YouTube 始めた方っていうのも速稼塾の中にもいらっしゃると思うんですよ。ただ継続してるかなって言ったらしてないんですよね。継続してるの誰って言ったら私なんですよ。私が多分最も継続してるんですよね。で他にも FX ってのをやってますけども、多分ここ数年で FX を始めた方以上に私は継続してると思うんですよ。しかもその証拠ではないですけども、コンスタントに私は動画を1日に何本かね、 FX の相場解説とその結果報告の動画をどんどん出してるんですよ。でどのぐらい勝っているのかってこともお話しています。いつ勝ったのか、何月何日に勝ったのかも分かるようになってます。そういった形でですね、別に何かを証明する必要はないんですけども、続いてるってことが全ての答えなんじゃないかなと思うんですよ。だってやるたんびにお金がなくなってたら、どんなことも続けられないですよね。そりゃそうですよね。私別に何かね、どっかにお勤めして給料があるわけじゃないですからね。私はこの動画の中でやってる活動で収入を得ているわけなんですよ。それ以外はないです。全てキャッシュポイントと言えるものは全て動画にアップロードしてます。何でどう稼いでるのかですよ。だから私は一日中いろんなタイミングで動画出てると思うんですよ。私がどっかにね、勤務したりとかなんかビジネスしてるように見えないでしょ。で通常ですね、ビジネスをやって儲けてるって人はなんかね、いつもビジネスして打ち合わせがあったりとか、なんかがあったりとかね、出張だとか言ってなんか飛び回ってるわけなんですよ。で私はそれないんですよね。本当に何年も毎日ブラブラしてるんですよ。漫画を読んだり、DVD を見たり、ね、あとね、こうカセットテープを聞いたりですよ。見てください、これ。これなんだ？カセットテープ。はい、未来警察、浦島っていうね、カセットテープですね。はい、これ何でしょうか？イデオン。ね、伝説巨神イデオン。これは？ない歌？なんですかね。これはまだ封切ってないです。わかんないです。で、銀河鉄道39のサウンドトラック。これカセットテープ。アリオンですよね。これもカセットテープ。ね。公式のやつですよ。これ自体がプレミアムですからね。まだあります。銀河漂流、バイファムね。これもレアもの。すごい価値のあるやつですね。はい。うるせえ奴らのオンリーユー。なんかこうね、カセットテープと、ブックレットが入ってるというね、これ珍しいですね。多分これはもうね、手に入んないと思います。まだまだありますよ。ちょっとここら辺にあるもんお見せしましょうか。ちょっと面白いですよ。はい、いかがですか。ここサザンクロス、クラッシャー・ジョーは4つ、ゴッドマーズね、ゴッドマーズ、マクロス、スター・チャイルドはね、マクロス、ザ・ブングルね、ザ・ブングル、超人ロック、超人ロック、我が青春のアルカリアね、2つ上下巻ですね。ブルーソネットね、宇宙戦艦ヤマト、すごいでしょ。ないですよ、なかなかここまでね。でまあこうね、やる気ないともあるというね、やる気ないとですか。昭和を生きた少年たち、昭和40年代生まれの皆さんです。ちょっと中はね、開けられないですね。ちょっとエッチなところが多いんで。で問題作、これは大丈夫ですか。有害図書指定のエンジェルね、
前科ありますよ、ここに。あ、こっちもやる気がないとありますね。みたいなね、のがあるんですよ。これ DVD がブワーっと。はい、猿の惑星のね、ブルーレイボックス。岡田由紀子ちゃんのボックス。ドリフもあると。たたたたた、男組は漏れなくありますね。はい、クラッシャー・ジョーの小説も全部あるというね。南の帝王、ね、ジャンキー。不思議の海のナディアに、あ、ランボーのサウンドトラックね。これも手に入んないですね。プロジェクト A 子に、それからこれは、水谷優子ちゃんね、声優の。はい、ルパン三世が全巻あって、東証ダイモス DVD ボックスにダンガードエースと。はい。これね、まだまだあるんですけども、こち亀も全巻あったりね、他にもね、トラさんが全部あったりするんですけど、これ何をお見せしてるかっていうと、すいません、長々と。編集すればいいんですけども、これはね、いかに私がコンテンツを消費するために毎日送ってるかってことなんですよ。コンテンツの消費って何かっていうと、こうね、宇宙戦艦ヤマトとか、まあ大好きなね、作品っていうのが世の中に溢れてるわけですよ。で、これを欲望の赴くままに見たり聞いたりね、体験したりっていうことをするために私の人生は使ってるんですよね。すごくモチベーション湧くんですよ。いや、だって時間あるし、物は揃ってるし、なんかレア物があったらすぐ買えるし、言うことないですよね。で、これが何が言いたいのかっていうと、私はね、こうしたい、ああしたいを実現するために毎日暇に暮らしてるんですよね。で、ビジネスしてないんですよ。ビジネスって結構その忙しいじゃないですか。で、ずっとね、やってません。でも、コンテンツ発信って言って、YouTube もやったりね、SNS やったりとか、まあ、たまにはね、Twitter とか、Instagram もちょろっとやったりします。とにかく、インプットしてアウトプットするっていうことをインターネット上でやることによって、そのどこかから収入っていうのが生まれてるんですよね。で、生まれた収入を投資案件にね、例えば外国の銀行に入れたりとかして、そこから利回りを得てるっていうのもありますんで、やっぱりね、これはね、暇じゃないとできないところが多いです。暇じゃないと。そうは言っても私は最初から暇じゃなかったんですよ。最初は麻雀店の、ほんと1日16時間勤務ですからね。そこから、インターネットをやり始めて、動画を見始めて、インプットして、アウトプットして、インプットして、アウトプットすると。で、だんだん労働の時間を減らしていって、インプット、アウトプットのインターネット活動を増やしていったっていうだけなんですよ。で、それが気がついてみたら、もう7年、8年になって、動画本数もね、やっぱ1万本を超える本数になって、気がつけばチャンネル登録者数さん、ね、1万人いると。チャンネル登録者数をめちゃくちゃ増やそうと思ってやったことはないんですよ。ただ増えればいいなーぐらい思ってました。で、1万人が近くなってきたんで1万人を意識しました。そのぐらいです。チャンネル登録お願いしますなんてね。ギャグでない限りは私言ったことないですよね。吉谷さんと一緒です。動画をバーンと上げて、じゃあチャンネル登録よろしくねーなんてやってないんですよ。そうではないんですよね。そうではなくて自分の表現したいことをやっていて、その結果もう見たくないよって人が去っていくのもいいと思うんですよ。で、私ね、1日に何十人も減った時期ってあるんですよ。それはテーマを切り替えた時ですね。大きくテーマを切り替えて、一番大きかったのが暗号通貨っていうのの発信がシュンと弱まった時ですね。ブームが去った時、でも暗号通貨から投資とか FX ってものに情報発信が変わった時についてきてくださった方もいますし、で、私がね、家族ってものを持ち始めて、家族ってものにすごくね、重きを置いた方が近づいてくれたってところもありましたね。だから発信をね、何にするか悩むなんてことはなくて、自分が思うがままに発信したものについてきてくれたファンの方と一緒に過ごすっていう風にしてるんですよね。だから売上のためにとか儲けるために戦略的にそのフックをかけてとかね、ライティングしてとかプレゼンしてみたいなことは私は結局ね、やってないんですよね。まあ学んではきましたよ。プロダクトローンチって会社作るぐらい熱心にやりましたけども、じゃあプロダクトローンチを仕掛けているかって言ったら仕掛けてないんですよ。で、そういうもんじゃないんですよね。人の心をくすぐって、人の心に隙間を作って、買う気にさせて、はいどうぞっていうのではないんですよ。本当にですね、心から共感した、そして、なんか商品が欲しいな、速稼塾に興味持ったなっていう人が、私の連絡先を探して、そして商品を探して、で、まあ自発的にと言ったらね、ちょっと偉そうですけども、まあお願いをされる、教えてくださいってなったりするから、まあどうぞっていうふうにやるわけなんですよね。こちらから仕掛けて、
っていうことはないです。そういう意味ではお金が先行してるわけではないんだなと思いますよね。ちょっと長くなっちゃってすいません。本当にね、なんか1万人超えて感慨深いところがあったんでぐだぐだと言ってしまいました。まあたまにはね、こんな億万長者シリーズがあってもいいんじゃないかなと思います。まあ私はだからお金を求めてやったはずなんですけども、途中からお金じゃなくて好奇心のままにやったってことなんですよね。それが非常にここまで来れた大きい要因だったかなと思います。ですから皆さんもね、お金のためにやったら結構お金って稼げないんですよ。だって最初は稼げないじゃないですか。お金のためにやってるのに稼げない時期っていうのが続かないんですよ。だから途中からは自分の行動自体にモチベーションを感じていけるような工夫がいるんじゃないかなと思いますよね。マインドセットとかなんとかじゃなくて、やること自体が面白いな、やること自体で自分は鍛えられてるなっていうところに気づくと、ずっと続いていくと思うんですよね。その結果、お金とかチャンネル登録が一つのね、指標としてあるのかな、残るのかなっていうところですよね。それではですね、本日は以上です。まあ本当にね、これからもよろしくお願いします。